はい、こんにちは。こんにちは。今日は、日本のプロトライアスリートであり、トレランのノースフェイスのサポートランナーである佐藤ひろみ様に来ていただいてます。で、今日はね、うちの、トレランクリニックのイベントで、ザ・ノースフェイスの全面的なバックアップで、県民の森、ひば山で行ってます。それでね、今日はまあ今講習してもらったんですけど、機上講習でやってもらったんだけど、まあ佐藤さんに、トレランの魅力かな、それを、言っていただければいいと思うんですけど、はい、はい、お願いします。まあ日本はね、すごくいろんなところでもどこにでも山がありますよね、はい、でやっぱり自然の中で体を動かせる、汗をかいて、でトレイルランニングって道具がね、全然もう自分の体、健康な体と、はい、あと靴ね、はい、あれば本当誰でも気軽にできるし、はい、日本ってこう走るの好きな方多いじゃないですか、見たり ね見るのも好きだし、うん、でやっぱり日本人って走るのが好きだと思うんですよ、はい、歩いたり走ったり、でも都会だとやっぱり信号待ちが多かったり排気ガスとか、うんうん、そういうなんか ね、アスファルトジャングルの中を走っても本当にね、つまんないけど、山の中を走るってもう全然違うんですよね、はい、でも景色もね、四季によっても違いますし、でそういうね、日本の四季を楽しめたり、あとちっちゃい動物が出てきてね、でそういうものを見てびっくりして楽しんだりとか、うん、本当に心も体もこう解放して、こう嫌なこととかも忘れて、で気がついたらもう何時間も山の中で走ったり歩いたりして過ごしてたっていう、なんか本当にそういう楽しみですね。それが魅力、一番大きな魅力だと思いますね、うん、そうですね、やっぱ心に感じるものがね、日常生活と違ったものが感じやすいっていうところとか、やっぱりトレイルっていうのをまた違う目線で見れるのが、そうですね、いいかもしれない。まあうちなんか登山のイベント結構やってるんですけど、やはりこうスピードによって見え方がね、そうですね、違う魅力がありますよね、はい、やっぱり歩くよりもちょっとだけ、平らなところをちょっとだけ走るだけで、今まで行けなかったところまで行けるようになったり、もっと欲張っていろんなものが見れたりとかしますしね。そうですね、はい、わかりました、はい、ちょっとまたね、今から、ストレッチ、運動してからいざ出発しますので、また細かくその模様をお伝えしたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。